宝物のような存在だと思います。栗原選手が最後のシーズンにタイトルが取れたことは、栗原選手自身が長い年月をかけ注いできたマリノスへの愛を表しているんじゃないかと思います。僕がこのようなことを言うのもおこがましいぐらいの存在ではありますが、選手、スタッフ、チームを代表して言わせてください。この横浜 F ・マリノスで栗原選手と共に過ごした時間は僕たちの宝物です。本当にありがとうございました。少し長くなりましたが、僕からの挨拶は以上となります。皆さん、J リーグ制覇本当におめでとうございます。選手ありがとうございます。横浜 F ・マリノスを応援してくださった皆様、本当にありがとうございます。2020年も横浜 F ・マリノスへ熱い応援をどうかよろしくお願いいたします。ただいまより選手スタッフ